はい、今回は理科分野についてお話をしていきます。欧州館では、知識を直接聞くことは少ないんですが、ただ学校で教わっているはずのものは知っているものと思って使われます。なので、基本的で、いつも実生活に近いものがよく出るので、これに合ったものを2つ出ていました。酸素の性質、二酸化炭素の性質、これ間違いやすいので、覚え方も一緒に置いていきますね。酸素の性質、よく水に溶けますかとか燃えますかとか聞かれます。一番間違いやすいのは燃えますか。酸素、これは燃えませんからね、注意を。酸素は燃やすのを助ける働きで、助燃性というのを助けますね。これを覚えるには、酸素、身の回りいっぱいあります。燃えてしまったら危険ですよね。ですので、危険だから燃えないよと、きちんと覚えておく。あと、水に溶けますか。溶けそうもないんですが、溶けないと困ってしまうのが、魚とかですよね。水中の酸素を使っているので、酸素はわずかですが溶けます。そして、二酸化炭素。これも溶けますか溶けませんかと聞かれます。実はこれは身近にありまして、炭酸水というのが、これが二酸化炭素が溶けた水ですね。実際にあるので、これ溶けます。むしろ酸素よりもよく溶けます。ただ、炭酸水を作るには、ただ、ブーッと息を吹いてもダメで、圧力と温度、これを調節して作りますから、なかなか普段では作れません。このように、実生活と結びつけて覚えておくことが大事です。欧州館、理系問題、文系問題ともに、実生活、近いもの多いですから、普段から注意して、いろんなことに関心を持って、物事を見ていきましょう。